さて、こちら大好評だった体で2本目取っておきます。ビットコイン2、ルールは、くじ引きます。で、数字が出てきますと、例えばじゃあ16番が出てきました。そしたらここに2000円で書いてあるんだけど、2000円ぐらいになりそうなカードを書いてください。で、こう見せます。で、このカードの値段がいくらだと思うか、皆さん予想してくださいと。で、まあ、一番誤差が少なかった人が勝ちですね。はい。はい。いや、まあ、反省があるからね、みんなね。確かにね。なんか絶望したからね。じゃあ、まあ、失礼して、はい、私がやりますね。誰もビタってないのか。ビタってない。なるほど。はい、それでは、シンキングタイムスタートで。いきます。5マナ5000、穴から。相手のクリーチャー1体破壊して山札2枚見て好きな枚数手札残りマナに置きます。でスレイヤー持ち。ただコマンドドラゴンは持ってません。あ、種族、いや、もう種族もカスだと思っていただいて。あ、僕はヘドリアンとかでいい。まあ、サイバーヘドリアンぐらいにしようか。じゃあサイバーヘドリアンにしよう。サイバーヘドリアン、種族サイバーヘドリアン、サイバーサポート受けられる。サイバーヘドリアンぐらいで。なるほどなるほど。エンペラーキリコ進化できる。ああ、サイバーヘドリアン。え、ちょっと強そうだね。え、ちょっと強そう。デドナのこれキリコいけるやん。え、ちょっと強くない？ちょっとだけ強くない？はいはい、サイバーヘドリアンでいきます。でもキリコからこれ出てきたら腹立つよね。弱いかも。コマンドがついてないはちょっと難しそうだし、サイクルペディアがあることを考えると、これを令和の時代に4投するかっていうとかなり怪しそう。怪しい。ただ色基盤強いけど、まあデドダムで十分だもんな。オリジナルキラーの方が圧倒的に強いんだよね。そうだな、うん、本当だ。オリジナルだってさ、これ順番違うだけでさ、だからこのこれをしてからオリジナルフィナーレはさ、これをしてるよ。でだからこれである理由はクリーチャーである点と、うん、まあなんかちょっと種族がある点、うん、でスレイヤーっていうのは多分あんまり生かしづらい効果だから、こいつを別に場に相手は残しといて別になんか辛くなるようなカードでもないし、このスレイヤーはなんかおまけ程度って考えたら、まあ、結構かなり安そう。ただこのカラーリングのこういう感じのテキストの汎用性高そうなテキストの、確かにこの間あのフラットさんがあのデドダムカラーは被れば被れほど強いみたいな。そうだから、デドダムこいつ実問外地で勝ちなんでしょ。実問外地はありません。はい、書きました。はい、ここから順番にどうぞ。400円400円600円。お、俺1300です。やば、絶望の第一パターンやん。俺100キロジャオモンで2体もスリアもあるやん。あ、確かに。そう、それはね、言おうと思ったんだよ。100キロジャオモンをワンチャン回収できる。で、わざとこのカラーリングしたのよ。いやいやいや、ジャオモンにね、こんなん入れてるスペースないっすよ。お前それサイクルペディアで同じこと言っとったやないか。いや、だからサイクルペディアがさらに入ってきてもうなくなったんよ。サイクルペディアの中でこんなんな、どう使うの。いや、これ結構多分、いや、行くぞ、お前 SR で5まだ、ネイチャーでも出る。お前今度平日のシーズンこれ使ってさ、出てこいよ。使えないんだもん。ちなみに、ここにブロッカーって書いてありました。最初は、うん、あ、いや、別にいいよ。関係ない、それでも400円だ。今の SR で400円は多分もっと弱い。7とかになる。確かに。7はやばいべ、さすがに。じゃあ今の SR ってそんなもんなのよ、初動400円はもう。名前まで考えちゃったんだけど、はい、サイバー H ニューワールド。え、6マナパワー6000の水のサイバーコマンドクリーチャー。グラビティゼロ、手札または墓地が9枚以上のプレイヤーがいるとき。手札と墓地の合計じゃなくて片方が9枚。そう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 。で出たとき能力はサイバーニューワールドと全く一緒で、それに追加でお互いの墓地が0枚のとき、相手は自分の手札の枚数以下の呪文を使えない。で墓地が1枚でも、どっちかの墓地に1枚でもカードが置かれたら使えるんだよね。うん、そうだから、これ出してターン返したときにコスト5以下の呪文使えないってことだよ。一時的すぎ。ダブルブレイカーもないの。あ、忘れてた。まあまあまあ6000だから、だダブルぐらいですけど、ダブルブレイカー、これダブルね。手札か墓地が9枚、まあでも結構墓地が9枚は、まあ、まあ、容易に達成できそうだね。使用用途としては墓地を9枚にする墓地ソースで使ってくださいねみたいな感じなのかな。でも最後に出されたんだよね、これ GTGT ファイヤーこれみたいな、うん、だと万が一返された時の後続ないっていうのはあるよね、うん、墓地がなくなるから。ただまあ逆に返ってそこで出せば、例えばオリオティスジャッジとかケアできないデッキが、まあ一応ケア手段になるから、1枚入れるはちょっとありそうじゃない。環境次第、環境次第。え、てかまあこれじゃなくてさ、まあやっぱこっちなんじゃない。お互いの墓地とか全部リセットして5枚ドローできるっていうのをこっちを評価した方がいいんじゃない。だからこっちをタダで使えるって考えたら、墓地増やしながらマナ伸ばすようなデッキで出します、5枚ドローから。いや、やっぱ絶望大事なんだ。じゃあ、ペリさんからいいですか。僕の予想金額は700円です。300円です。俺600円です。なるほど。400円。ああ、まあまあ、まあ、なるほどね。まあまあ、400円か。まあ、わかる、わかるな。作った時の、若干弱めだよね。そう。
そう、あ、今の環境で、まあ、こんな達成しづらい G0 条件と出ても実質 N ワールド効果とそこまで意味のない空撮能力したところであれだけど、まあ、昔強かった N ワールドがリメイクってだけでちょっと値段がつきそう、うん、400、いや、これさ、デュエキングマックスやったらこんな感じかもしれんけど、これが通常弾に入ったら多分700くらいですね。いや、そうだね、俺も結構なんか それぐらいの感覚だなとは思った。そう、デュエキングマックスやったら安いなと思った。けど通常弾だったら多分イラストもバカクソかっこいい。これかっこいいです。本当にヤバいエヴァンゲリオンみたいな出るんだよ。俺そのイメージだったね、頭の中で。何がショックかって、それで700なんよね。僕のカードはこちら、ジョーカーズの呪い、ゼロコストの魂の無色カードでございます。ほう、このカードを手札から、山札の下に置いても良い。そうしたらワンドローする。これがターン1効果です。で、この魂とかバトルゾーンに出た時ワンドローできます。だから、あの、かぶった手札にかさばったら山札からこう下に置いてワンドローで入れ替えれますよっていう効果がついてます。で、この魂とかバトルゾーンにある間、誰も多色カードを使うことができない。強すぎん？やばくない？強すぎんこれ。どういうこと？ビビるぞこれ。だからゼロコス魂の、だからゼロコスでワンドローできて、だからこれよ。だからこれ。そうだよね。本来はこれよ。うん、だから単色で。で、しかも、4等できるんよ。その、これが強すぎて。なんなら、あ、これ、禁断と同じシステムじゃない？ほぼ。確かに確かに。あの、出来やすくなるやん、これ。リロードできるからね。そう。え、だから普通に赤タンとかにこれをタッチで入れることが容易にできる。ごめんなさい、これも単位。こっちも単位。ああ、これも単位。これも単位。さすがに。さすがにね。初めて場に出た時ね。はい。そうだけど。初めてで。でもさ、まあ、でも、2かぶり許容するしてんで、何の問題もないし、なら別にだって、一旦抱えときゃいけないん、それ。次のターン送ればいいから。マナオキに困ることないもんね。そう。だから絶対これは大丈夫なの。4通していい、これは。まあまあ、とりあえず書きますか。とりあえず書きますか。もしかして俺またやっちゃいました。じゃあシルさんから5000円で。俺3500円にした。1500円1400円。いや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 、ゼロコスなんだから何の問題もないでしょ。いや、まあないけど。これ見てるやつ全員バカですになんないよ。怖いわけないんだって。こんなの絶対。いや、じゃあコメントで引き合い、これ、コメントで引こう、コメントで引こう。みんないくらこれ、これは知りたいわ。じゃあ、気になるこれ、普通に。ニューヨークのカード評価で、多分これ、壊れ評価 80% だよ。まあまあまあ。俺、壊れ以外につけてるやつ全員入れとくし。いや、これな。ああ、よかった、こいつ、宝刀院におらんくて。はい、はい、じゃあ出します。ネイチャーオブネイチャー。おお、来た。この自然の魂色、はい、でコスト5以下のクリーチャーを1体マナから出せます。はい、でシビルカウント3を満たすとコスト5以下のクリーチャーをさらにもう1体マナから出すと。はあ、なるほど。こいつはマナからは打てないです。ああ、こいつはシンカライズも持ってない。持ってないです。ただの魂色でシビルカウントは自然です。出すクリーチャーは色縛りなし。1回書きますか。1回書いてから議論しましょう。じゃあ、俺からいきます。1500円。800円。1100円。正解は、正解は500円。なぁ、合資差ってこと？そう、5ってめっちゃ書いてあった。なるほど、ね、いや、俺の絶望大使と同じやん。ちなみに、いやー、なるほどね。でも設定があって、はい、まずさ、あのコスト5以下を出せるって書いてあって文明縛りないなって思うけどさ、うん、でもこれここだけだったら弱いじゃん。で、しびれカウント3を満たしに行こうとすると自然しか出せないじゃん。そうちなみにこれ1500円の内訳のうち500円は名前なんですよ。ちなみにあのデュエルマスターズって元々が強カードだったらリメイクされた時派手ですぎて値段上がりがち。いやえ、多分よくわかんないカードに名前デトナメント入ってたら多分上がるんよ、まず。そうなの。あるある。かいや、ただ、うん、効果は500円は分かります。ちなみに分かります。いい能力だと思います。いいカード、やった。結果発表。まあ確実にビリなのがおそらく俺の右隣の、ちょっといいですか。フェアリーさん、さあ、すごいっぱい。5000。マジだ。お、結構いい焼肉いけそうですね。そう、牛角の食べ放題いける。うん、僕3100ですね。あ、俺も3100。で1500。やばいね。やばいね。お、サイゼリアだね、これは。すごいわ。ここの100がでかすぎる。両方優勝こいつ。両方優勝。両方優勝じゃん。やっぱカードショップの店長だよ。確かに。人の思考を読むっていう方向に投げてる可能性がある。確かに。というわけで、好評ならまた招集します。お願いします。